はい、どうもポワルンです。今日なんですけど、ちょっとね雨降っちゃってるんですけど、今ねテスト前日で、明日がね人生最後のテストっていうか、まあ大学生活最後のテストなんで、ちょっとねまあやばいんで勉強しなきゃ、ちょっと家だと集中できないんで、今から大学行ってこようかなと思います。なんか今回だけはね1週間前からやりたいなとか思ってたんですけど、ちょっとね結局前日になっちゃって、ちょっと今追い込まれててやばいんですけど、ちょっとねまあ1日あるんで、まだ今10時ぐらいなんで、1日あるんで、これからちょっと集中してねやっていきたいと思います。はい、ということで今大学着きました。今お腹空いてるんで、せっかくだから学食行ってきて、それ食べてから勉強しようかなと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということで学食着きました。結構ね空いてますね、多分。どうかな、割とこんな感じで割と閑散してますね。よかったっす。はい、ということで今4時ぐらいですね。そろそろね集中力切れてお腹も空いてきたんで、学食行ってこようかなと思います。でもそこでいい席が空いてたら、ご飯食べた後にそこで勉強しようかなと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということでテスト勉強ね今日は終わりたいと思います。まあちょっとね思ったより難しくて、結構苦戦してますね。でなんとか範囲終わったんですけど、全然ダメっすね。なんか自信ないんで、ちょっとねまあ明日早く学校行ってまたやろうかなと思うんですけど、ちょっとやばいっすね。なんかこれでもし仮にしくじったらやばいんで、ちょっとねマジで後悔してますね。はい、まあでもなんだかんだ大丈夫だと思うんで、まあ、それを期待して、まあ、朝ね明日何時間か頑張りたいと思います。はい、ということで大学生活最後の定期テスト終わりました。手応え的には微妙っすね。まあちょっとね計算したんですよ、何問合ってるかなって。まあこれほぼ関わってんだろうみたいな感じで計算したら、まあ大体70点ぐらいだったんで、ちょっと微妙っすね。
まあちょっとやらかしてたらめっちゃギリギリなんでちょっと不安ではあるんですけど、まあとりあえずね、まあ、無事に終えました。でまあ成績発表が3月ぐらいだと思うんで、まあそれ確認して無事卒業できてるかどうかちょっとね動画の方でねしっかりと言っていこうかなと思います。ということで今日は終わります。じゃあ4年間お疲れ様でした。